2020年のおうし座の運勢。いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。ハッピー占い占星術アドバイザーの山田アリスです。今日は2020年のおうし座の運勢についてお伝えさせていただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。1月の末ぐらいの配置図なんですけれども、9番目のハウスに木星が来ていますので、1年を通してステップアップのタイミングと考えられますし、よりその理想の方に向かっていけるような、1年になるのではないかと思います。土星が3月に水瓶座に行くことから、ご自身の意思とは別に動かされるようなタイミングだと考えることもできますので、水星で方向転換というか、お仕事上の方向転換っていうものが、個人を改革するために必要な、転機が来られてはいるんですけども、より良い場所にですね、向かっていけるようなタイミングにもなっていますので、スキルアップというかステージアップをされるのには良い時かなというふうに思います。人間関係が活発な感じがします。人に対して優しくできる時とも言えますし、ただあんまり合わせすぎますと、恋愛面はご自身がその不利になるように回ってしまわれたり、激しい思い込みによって損をするようなこともあるのかもしれませんので、そこはちょっと注意が必要になります。この時ですね、3月の22日あたりの前後は職場とか人間関係の変わり目があるのかなという配置図になります。難しくて新しい業務というかね、お仕事というか、そういったものに結構縁がある時ではあるんですけど、ご自身の力というか才能をその活用してそこに立ち向かえるようにも見えますし、もともと牡牛座の主は金星なんですけども、金星は牡牛座に滞在していることからも自分らしく過ごせるような感じがしますので、自分のこう満足のいくお仕事ができるような感じもしますので、常に木星と冥星なんかが応援してくれる配置なん で、4月になると高いところを目指していけるんですけど、内面的なちょっとストレスがここは心の状態としてはかかってきやすくなってまして、誕生日前でもあるのでハードワークっていうのもありますし、責任もかかってきたりとか、何か任されたりされることも多いのかなと思うので、ちょっと気をつけながら進んでいかれたらいいかなと思います。上月を過ぎて5月の20日前後にはグループの中でこうリーダーシップを取ってやらないといけないことが増えるんですけども、その割にはあまりそれが収入にはつながりづらい時なのかもしれないんですけども、でもこう応援してくれる人たちもたくさんいるような感じがあるんで、もし収入につながらなくても、それは後々になって意味のある働きっていうものができそうなので、この時何かを任されたりされる場合には引き受けられた方が良いのかなというふうな配置図になっています。
5月にもしこのプレッシャーがかかることが多くあっても、6月にはちょっと抜けて安心感のある配置になってきていますので、オンとオフの切り替えっていうのもうまくできるようになるのかなというふうに思います。6月は勉強というかね、趣味でもいいんですけど、コミュニケーションが活発になっているんで、親しい人とかに連絡を入れたり、ちょっと出かけられたりすることが心が元気になるポイントになるかなというふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画を少しでも気に入っていただけましたら、チャンネルご登録いただけると大変励みになります。高評価やコメント欄もどうぞよろしくお願いいたします。画面の QR コードより、@LINE 山田アリス事務所とお友達になってね。この番組は、山田アリス事務所の山田アリスメディアです。YouTube の公開を通じて、あなたのハッピーな未来を心よりお祈りしております。チャンネルご登録もよろしくお願いいたします。